2024年7月4日、今年初のセミの鳴き声を聞いています。この木のどこかから鳴いている。何ゼミかはわかりません。まもなく北アルプスの向こうにヤンパの太陽が沈みそうになっています。どこからともなく小鳥の声が聞こえます。はい、あちら北アルプスの方にもう少しで太陽が沈みそうです。時間は6時30分40分ぐらいかな。そう、こちらずっとアルプスの山々を撮影しています。ずっと見るとこの辺が奥穂高付近やと思われるんですけども、ちょっと太陽が眩しくてしっかりは見渡せないです。いつもここ今ここか、槍だけが今日も顔を覗かせています。ちょこっとだけ覗いています。お、もう太陽が沈みそう。この太陽が沈みそうなあたりが奥穂高になると思われるんですけども、奥穂高っていうこの山は日本で3番目に高い山なんですが、1番目が富士山、2番目が北岳、南アルプスにある。ほんでこの太陽に沈んでいこうとしているところが奥穂高のあたり、こうダイヤモンド奥穂高になってるような気がするんですけども、このダイヤモンド奥穂高3番目とはいえ、こちらの方ちょっと、曲げるとこの辺の山、この山も奥穂高に並ぶような高さに見えています。そう、ちょっと遠近感とかもあるんで、よくそう測量でも目の測量ではこのこちらの山の方が高く見えるのはそう僕だけかな。さあ太陽が沈んでいっています。草刈りの音も聞こえるし、なんとも言えんこの 夕方の時間が好きやな、いいな。ちょっと気持ちがほわっと、一日のなんかしんどかったなって思うも、すべてなんかこの太陽とこの風景が癒してくれています。もう一回太陽アップ、ほんまにダイヤモンド、ダイヤモンドやな。ダイヤモンドより明るいかもしれん。ダイヤモンって言ったらダイヤモンドよりキラキラしてる。でもこの太陽のおかげで日中はすごく暑かった。もちろんこっちの方は白馬の方の山、白馬の方は雪がもうこの時間帯は太陽が逆光になって見えないんですが、雪がまだちょろちょろある感じですけども、こちらの山になってくるともう雪もだいぶ見当たらないです。奥穂高の方は雪景が残ってる感じであります。あ、沈んでいく。はい、沈むところまで追っかけたいと思います。撮影を。すごいな、太陽もあと半分ちょっとぐらいになってきた。こうやってアップで写してると山がね、なんか結構ゴツゴツと山のてっぺんの方は、谷になったり山になったりしてるのがわかる。太陽がもう沈みます。
もう太陽の沈む時間って言ったら、そんなに山に差し掛かってきたら5分もあれば沈んでいっちゃう、そんな感じです。もう沈んでしまう。太陽がある時とこう沈んでしまうと、一気に何か暗さが感じるようになります。おー、沈む。はい、沈みました。はい、そうするとまだまだ明るいですが、こんなちょっとでも薄い暗さが出てきたし、あと寒さっていうか暑さもほんまに一瞬で一段落します。太陽の力ってすごい。ではもう一度白馬の方から、いや白馬じゃなくてこっちから移そうか、こっちの山から。そう、僕は全部の山がこう何とは分かっていないんですが、太陽が沈んでからのこの山並み、向こうこの辺からこの山の谷と谷の間の向こう側がこれ上高地、ここの山ビヨーンと見えてる山があれは奥穂じゃなくて、その隣乗鞍岳になるんかなと思っています。そう、この辺乗鞍岳。そして今太陽が沈んでいったこの上てっぺんがゴツゴツゴツとした奥側にある山が奥穂高、奥穂のあたりかなと。そしてこっちにスクロールしていくと、ここちょろっと見えているのが槍岳。そしてこちらの方にある山が何やったかな、名前忘れちゃったんですけど、でもここの山と先ほど言ってたようにここの奥穂の高さはもうほぼ変わらんか、こっちの方がちょっと高く、右の方が高く見えるぐらいです、僕にはほんの少し目測では。でもこっちの奥穂高の方が高いはずです、3番目なんで。はい、そしてこっちずっと行くと白馬の山が見えています。でも白馬はちょっとあれやな、雪はこの時間帯になると見えないです、朝になると見えます。よし、はい、ウォーキング最中のちょっとした風景を撮影しました。終わります。